はい、どうも皆さん、こんばんは、レプチンです。今日はですね、デッドバイデイライトの初心者講座ということで、初心者におすすめのキャラクターと初心者におすすめのバークの説明をしていきたいと思います。はいですね、まず初心者におすすめな、生存者ですね。生存者は課金キャラクターを合わせて全部で12人いますね。はい、でプレイステーション4版だとこのね、ビルというキャラクターがいないんですよね、大人の事情でね。はい、なんでプレイ4版は11人かな。はい、で課金キャラクターはこのローリー・ストロード、エース・ビスコンティ、フェン・ミン・クエンティン、タップ・ケージかな。はいあ、でもね、ごめん、プレイ4ちょっとレプチンあくまで PC 版なので、もしかしたらプレイ4版でこのキャラクターは普通に最初から出てるよっていうキャラクターもいるかもしれません。はい、まあでも一応 PC 版ではこのさっき説明したこの5人がね、課金ですね。はい、課金キャラクターですね。はい、でおすすめなキャラクターは、まあ課金でも無課金でもとりあえずこの2人がとにかくおすすめですね。このメグ・トーマスとこのクローデット・モレルですね。でパークっていうのは、まあなんだろうな、能力みたいな感じでこうやってレベルを上げていくことによってね、最大で4つまでつけれるんだけど、このパークと呼ばれるものがあって、共有パークといって、生存者であり、あったりキラーであったり、まあ、その全ての生存者もしくは全てのキラーで共通で使える、最初から全員が覚えることのできるパークと、そのキャラクターしか持ってない特有のパークの、いわゆる俗に固有パークと呼ばれるものの2種類あります。で例えばこの、レプチンのね、一押しのこのメグトーマスって女の子の固有パークは、はい、素早く静かに、全力疾走、アドレナリンというこの3つの固有パークを持ってます。はい、でこの固有パークは、まあ、そのキャラしか持ってないんだけど、そのキャラクターを育てていくことによって、まあ、ティーチャブルといって、別のキャラクターにも覚えさせることができます。でも初心者さんって多分ブラッドポイント経験値も少ないだろうし、あんまり最初いろんなキャラクター育てられないと思うから、まずは一つのキャラクターに絞って育てていくことをお勧めします。でゆくゆくは生存者はキラーと違って見た目以外の個性がないんですよ、ね、キラーは攻撃方法が違ったりするんだけど、生存者は固有パークを結局別の生存者にも覚えさせることができるので、レプチンのこのエースビスコンティはもう全てのここにいる全てのキャラクターのパークを覚えてます。レプチンこれメインで育てるんですけど、はい、ね、全ての能力を兼ね備えた生存者、最強の生存者を作ることができるんですけど、まあ、それはゆくゆくですね、皆さんも後々それを最終目標にして頑張ればいいんだけど、まあ、まずはね、最初 BP もないだろうからまずこのメグを育てます。まあ、なんでかと言いますと、このメグの固有パークのこの全力疾走が非常にね、優秀だからですね。こちらは普通に上級者でもつけてるし、レプチンも非常に愛用してます。これ走り出した時に通常の 150% の速度で最大3秒間全力で走れるんですよ。あ、で補足なんですけども、あのパークはレベル1から3あるんですよね。例えばですね、なんかいないかな、このおじさん、これ全力疾走レベル1だと通常の 150% の速度で3秒間全力疾走する、で60秒間疲労を発生させるって言って、60秒間このパークは発動しないんですね。だから連続で使ったらめちゃくちゃ強いじゃないですか。この 150% 速くなるっていうのはキラーより速くなるんですよ。その3秒間だけキラーより速くなるんです。でこれが常時使えたらもうキラー一生追いつかないでしょそれと強すぎるんで、60秒間のクールタイムがあるんですよ。でもこの全力疾走のレベルを上げましたと、確かこいつレベル2だったっけ、そんなあった、全力疾走のレベル2にしたら50秒間の疲労になるんで、10秒間クールタイム短くなるんですね。でレベル3になると、あった、40秒間、レベル1だと60秒、レベル2だと50秒で、レベル3だと40秒とクールタイムが短くなりますね。速さは変わらないですけど、はい、このようにね、まあ、パークにもレベルがあるんですけども、まあ、ちょっと話戻って、まあ、このメグの全力疾走がまあ上級者でもね、愛用しているので、これおすすめですよということですね。はい、でもしくはこのメグっていう女の子か、この隣の
クローデってクローデットモレルっていう女の子がね、初心者はこの2人が特におすすめです。でこのキャラは何が強いかというと、まあ、メグは足が速くなるけど、この子はねセルフケアといって自己回復ができるんですね。で最初セルフケア持ってないと自分で回復できないんですよ。仲間に回復してもらうか救急キット、医療キットっていうのがあって、持ってるかなこのキャラクター。あーあったあった、この携帯用とかね、まあ、この医療キット系のアイテムも使わないと自分で自己回復ができないんですよ。でもそのセルフケアというパークがあれば、このキットアイテムなしで回復することができると。これも上級者皆さん持ってますね。だいたいこのセルフケアと、この子のセルフケアとメグの全力疾走の2つは本当に高ランク、ランク1とかでも全然通用するっていうか、みんな持ってってるんで全然ありだと思います。最初初心者さんはこの2つを取ることを心がけて、育てるといいです。どっちでもいいですよ。メグ育てていってレベルを、30、35、40だったかなの刻みでティーチャブル、ブラッドウェブ上にその固有パークが出現するんですね。例えば全力疾走とか出るんですよ、こういうとこに。それを取ることによって全てのキャラクターで全力疾走を取ることができます。オレンジ色のパークで出てくるんですよ。本来だったらまあ全力疾走とかって緑とかかな色のパークで出てくるんだけど、ティーチャブルは30、35、45の刻みで出てきて、でそれを取ると全てのオレンジ色のパークが出てきて、それを取ると全員で他のキャラクターでものブラッドウェブでも打てるようになると。で先にメグ育ててて、ティーチャブルで、全力疾走を取ったら、今度そこからクローデット育て始めれば、クローデットでセルフケアをしながら、足も速く走れるっていうサバイバーが完成します。はい、でっていうのも他のキャラクターもどんどんやっていけば、もう全てのパークを兼ね備えた最強のサバイバーができると。はい、初心者さんのうちは最初からそれするといいです。で全ての生存者の、まあ、全てのパークを説明したいんですけども、まあ、すごい長くなってしまうので、それはまた別の機会にということで、今回は特にこの生存者のこのパークは強いよみたいなのをちょっとピックアップして説明していきたいと思います。はい、まず一つ目ですね、ドワイト。こちらの生存者はどちらかというとサポート向きなんですね。仲間と一緒にいると強くなるみたいな、もしくは一緒にいる仲間が強くなるみたいな、本当にサポートタイプの生存者ですね。例えばこのリーダーというパークは、このパークをつけてる人との近くに仲間がいると、その仲間の作業効率があるんですね。なんで仲間と一緒に行動してると、その仲間の作業効率がめちゃくちゃ上がるので、一緒に発電機とかつけてるとすごい早く修理できてめちゃくちゃ優秀なんですよ。でもこれは非常に優秀なパークなんだけど、最初のうちからこれ持ってても多分うまく使いこなせないとレプチは思うんですね。個人的に俺が無理だったから。まあでもこれ狙いに行ってもいいですけどね。この話聞いてそれいいじゃんと思ったら別にこれ狙いに行ってもいいんですけど、ね、でこのドワイトの中の、まあ、これも強いんだけどおすすめなのはこの絆ですね。はい、こちら今説明文には12メートルと書いてありますけど、レベル3になると、はい、36メートル以内にいる仲間の位置が見えます。すごくくっきりと分かるんですよ。で仲間と連携が取れるので、このパークを持っていくと非常に有利ですね。例えば仲間がその走ってるのが見えたら、あ、追われてるんだなって、敵のキラーの位置もそれで近くにいる場合察知することもできるし、仲間がなんか発電機回してる動きしてたら、あ、そこに発電機あるんだな、じゃあそこまで行って一緒に回そうとか、そうやって連携が非常に取りやすくなるんで、フレンドさんと一緒にボイスチャットで喋ってたら、まあ、あんまり必要ないかもしれないけど、ノラとかで行った時、ね、知らない人たちと遊んでる時ってやっぱなかなか連携が取れづらい。その時にこれがあると連携がグッと増すので、非常に、有利に、試合を運ぶことができると思います。はい、やっぱノラはね、あのいかに連携取れるかで勝敗決まるので、はい、これもおすすめのパークの一つですね。でもう一つはこのネアカールソンっていうキャラクターの固有パークの、これ都会の逃走術。これしゃがみの移動速度が上がるんですよ。でこのゲームはサバイバーの、移動方法はしゃがみ歩き、まあ這いずりもあるんだけど、まあ這いずりはまあ負傷中の話なんだけど、まあ這いずり、しゃがみ歩き、
歩き、走りってあって、まあ、しゃがみ歩きが一番、這いずりが一番遅くて、その次にしゃがみ歩きが遅くて、で、まあ、歩きがまあ普通で、まあ、走るのが早いんだけど、走ると足跡がついちゃって、キラーに位置がバレちゃうので、基本的にはゲーム中は大体歩くかしゃがみ歩きなんですけど、しゃがみ歩きだと遅いので、まあ、基本的に歩きになってしまうんですけど、この都会の逃走術は、まあ、パークレベル3にすると、歩きと同じ速さになるので、しゃがみ歩きで姿をね、見えにくくしつつ、普通に立ってるよりやっぱしゃがんでる方が見えにくいじゃないですか。例えばそれで、なんだろう、ちょっとした木箱の後ろ側とかにいても、立ってれば見えるんだけど、しゃがみ歩きだと体隠れて見えなかったりするんですよ。で、そうやって姿をくらませながら、でも移動速度は歩きと同じ速さっていう、これ非常に、これ上級者もたくさん使ってます。これはあの敵から身を隠したりとかするときに非常に有効なので、これも非常におすすめパークですね。はい、とりあえず初心者さんは、まあ、他にもいろいろパークあるんですけど、現環境で俺は強いなと思うのは、まあ、とりあえずこの2人のキャラクターの絆と都会の逃走術かな。そうだね、他にもいろんなパークあるんですけど、どれもなんだろう、一癖二癖あるようなパークもあれば、あんまり強くないのもあったり、ね、特に初心者さんでもなんだろう、無理なく使えるというか、その性能を発揮できるパークは今説明した2つがいいかなですね。他にも有効な有能なパークあるんですけど、なんだろう、ちょっと使いこなすのにはコツがいるものもあったりするんで、とりあえずこの都会のとしゃがみの歩き速度が、しゃがみ歩きの速度が歩きと同等になるっていうのは非常に、レプチンも過去に動画上げてますので、そちら見ていただくと非常に強さが分かると思うんですけど、あとこの絆もね非常に強いので、そんな感じかな。まずキャラクター育てるのに迷ってる人がいたら、まあ、メグもしくはクロデットを育て始める。でティーチャブルで、そのさっき説明したセルフケア、クロデットはセルフケアを覚えたらメグの方を育て始めて、全力疾走と一緒にセルフケア持っていくと非常に強くなるし、でその2つのキャラ育て終わったら、じゃあ次こっちの絆ティーチャブル取って、またメグ育てて、メグに全力疾走、クローデットのセルフケアも覚えさせて、ドワイトの絆も覚えさせて、3つ持ってたら相当強いからね。でこのネアの都会の逃走術も持ってたら相当強くなるんじゃないかな。ちょっと今あるパーク変えてますけど、まあ、普段は全力疾走とか、まあ、都会の逃走術とか持っていくんで、特にあのテプチン個人的にはかなりおすすめな構成かなと思ってます。はい、ってな感じですね。まずあの今回はね、本当に始めたての初心者さん向けの、紹介おすすめ動画なんですけども、また次回以降はね、さらにもうちょっと掘り下げて、トーテムとか、他のブラッドエブとか細かい話をしていきたいなと思います。じゃあ今日は今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、質問とかあったらね、ぜひぜひ、コメント欄に書いてください。答えられる範囲でね、バリバリ答えていきたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。